おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。この無意味な拍手何なんでしょうかね。ですね、私家具を買ってる時に思ったことがあるんですよ。家具買ってる、まあ買い物観点で思ったことが一つあって、今ってまあ自粛期間なわけですよ。で皆さんは、まあ、まとめ買いをしてるかどうか定かじゃないんですけど、スーパーとか、ね、デパートで、まとめ買いしてる人、いると思うんですよ、やっぱ。必要最低限の外出をするために、まとめ買いをしなくてはいけない。っていう人も多いと思うんですよ。で、じゃあ、まとめ買いします。まとめ買いする人が、いるわけですよ。ただ、店員の数は、少ないわけですよ。ちょっとここの格差、まあ、なんで、ちょっと、乖離があるな。いや別に多くしろっては言ってるわけじゃないけど、これ乖離があるんだよね。なんかツイッターでもさ、なんかさ、レジの流れが遅いとか、怒鳴り散らす人がいるとか言うじゃん。あれってさ、まあ、しょうがないことなんだけど、人を減らさないといけないじゃん。しょうがないことなんだけど、その、に、買いたい人と、その、店員の数が一致してないから起こることっていうのも、あるんじゃないかな。そんな深いことを言って1分経ちました。くだらないトークを許してですね。くだらないトークはもうね、なしにしてね、今日の企画行ってみよう。よし、というわけで今回、レジェンドクエスト、ね、ドラゴンクエスト2に挑んでいきたいと思います。前回はですね、レジェンドクエスト1 A ランクということになりました。今回はね、ドラゴンクエスト2、悪霊の神々。ね、レジェンドクエストをやっていきたいと思います。なんか悪魔系が多そうだよね。なんか。ドラゴンクエスト1はドラゴン系多かったじゃん。悪魔系ちょっと多そうだなーっていう印象を受けるよね。実際どうなのかわかんないですけど、実際やってみないとわかんないですけどね。行ってみよう。さあ、お来た、第1章。出会い。出会い系サイトかな、ローレシアスに出会い系サイト行ったのかな。お待って、BGM もドラクエ2じゃん。ローレシアの城から旅立ってましたよ。世界の人の邪神官により平和は破られてしまった。勇者ルトの子孫と共に邪神官を倒すため、果てなき冒険のために出かけよう。農地を訪ねたし、打倒ハーゴメス。さあ、レジェンドクエスト2、スタートだ。勇者の泉の巣、いやー、探しましたよ。まあ、したらまずはね、で、ね、戦士で行きますよ。まあ、したらまずはちょっとね、したらまずはちょっとね、まあ、初めのパーティーということで、この感じで行きたいと思います。頼むぜ、ウルドン。さあ、まずはね、出会いということ。あ、洞窟もしかもちゃんと綺麗なんだな。敵ちょっと待って、見えない見えない、小さい。ん？え、ん？あれ？ん？ちょっと待って、右右右右右右右、見て、右右やばい、この、こん、え、何君、ヒットワンダーブ、ちょっと待って、え？あれ？あ、待って、ちょっと待って、え、めっちゃ突っ込んでんじゃん、しかも。え？なにこれ？しかし、回り込まれてしまった？待って待って待って。しかし、回り込まれてしまったってどういうこと？打撃買って、打撃買って、お前、打撃対戦あんのかよ。え、待って待って。ちょっと情報量が多いんやけど。え、あいつ、さあ、バブルスライムじゃない？お前、バブルスライムだろ。で、なに？ヒットアンダーメイってハグルメタルと同じ技じゃん。で、多分、バブルスライムだよね、あれ。しかし、回り込まれてしまったわ。初めて見たぞ。そんなことあるんだ。え、ハグリンで見たことないよ、でも。あ、ちょっと待って、スペシャルカード使います。これはもうね、稲妻剣に行きましょうよ。もうスペシャルカード使ってからね。ここはスペシャルカード、稲妻剣を振っていく。どうだろう。なんか、出会い、サマールトリアの王子のハヤブサの剣とかの方が良かったのかな。そういうのがわかんない。できれば点数は高い方がいいからね。行くぞ、ウルドン。よっしゃ、ナイス。ウルドンやる。さあ、早いね。ガトリングバブル。ガトリングアタックじゃないんだね。さあ、完全にもう、あ、ちゃんと紫になってる。毒っぽいね。これ、もしかしてこれがもらえんのか？今までのね、キラリカ君とか悪魔の騎士？っていうことは、バブルスライムもらえる可能性があったりすんのか？え、おー、余計や。でも待ってよ、バブルスライムなんていたっけ？これ、あれかな？レジェンドクエストの、あ、敵専用モンスターかな。待ってくれよ、君たち。痛恨出るわ、なんか超音波をまひるわで、お前ら、
結構強いぞお前ら。こうして見ると結構おめえら強えな。思いのほか苦戦してますよ私たち。いやここは一気にもう全体攻撃でさすがに押せると思うけどな。いやさすがにさ、さすがにいけるべ言うて、うん、まあここでねさすがに、さあ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 、さすがにね、さすがにここでオッケーオッケーオッケー、ダウンロードで終わる。これはいける。全体攻撃だぞ。よし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 。はあ、で君たちどないなってんですかね。ちょっと待って、君たちちょっと待って、ちょっと待ってくんない君たち。ちょっと待って、君たちちょっとおかしいよ今のはね。おかしいんだよ今のは。ちょっと君たちやってる。君たちね、それはね、ちょっと待って、お前らそれはねおかしい、やってるんだよ。お前らそれはやってるよ。全体攻撃がね全部ミスるはね相当な珍事なんだけどね。君たち自分で何やってるか分かってる。ちょっと待って、嘘でしょ君たち。いやさすがにドランゴ頼むで、ドランゴがやってくれるって。もう爆炎切り、さすがに危なかった。出会いは恐ろしい。終結、いや2章で終結してもう取りやないか。早いな。もう2章で終結ですか。リーザの街、ああ中間地点のあそこだね。すれ違いを続けたから。サマトリアの王子を見つけ出して、君たちは王子の中身で3人目の仲間を探す。しかしロトの地王子はハーゴニーと呪いをかけられていた。ああ、あれだね、原作上確か犬になってるからラーの鏡を使わないといけないんだよね。ムーン袋氏、そうそう、これ滅ぼされてるからね。うわ、これチーム変更しとこ。え、なんだろう。したらまあね、バトルマスター解禁したんでね、ベポンダブルスキャン残魔刀も解禁されました。振りかざしていきたいと思います。よし行くぜ。さあ、このビッグバンがめっちゃ強いからね。おい、行くぜ。キラーリガント、また出てきた。さあ、敵は何なんでしょうか。まあ、ここはね、このビッグバンとかメラミ、敵がちょっと見えないんだよな、ただ。見えました。とんでもないモンスターでした。さあ、ここはね、このクソ強い技、テンションカウンター。行くぜ。これが強いんだよ。テンションカウンター。これを受けたらもうね、めっちゃ強い。もう攻撃するたびにテンションが上がるしね。ゾンビトリオか。吹き飛ばしてくるぞ。いいね。まさかの、まさかの刺さった。これ、ゾンビ系だからメラミも刺さりそうだね。よかった、ドルマじゃなくて。ドルマだったら誰も入らないもんね。さあ、行ってみよう、メラミで。ほい。あ、めっちゃ効く。いいね。さあ、後ろにラーの鏡を携えてね。なんだ、君たち。腐った下にうるち声だね、これ。毒毒の爪。あー、やっぱテンションカウンターの方に行かねえか。うわ、お前はリビングデッド、マスカして。杉獅子の栄光。めっちゃ過ぎてるんやろな。おー、かっこいい。なに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 。しかも、おめえら賢くてテンションカウンターの方に狙われえな、やっぱり。テンションカウンターを狙うには全体技じゃないとダメか。でもちょっと待って。あ、どこがいいね。なんかさ、ラーの鏡使ってみてえな。なんかポイントに影響しそうな気がする、ラーの鏡。おっと、さあここでね、いきます、テンションカウンター、いけ。これがクソ強い。もうね、普通に攻撃しといてテンションも上げれるし威力も高い。優秀技ですよ、優秀技、優秀技。エラーの鏡一回なんか後ろにあると使いたくなるな。使ってみっか。なんかさ、全員効果発動するか。ここでラーの鏡を使うことによって全員に効くとかある？もしかして。どうだろうか？お、効いた！全員効いた！どうなんだろう？補正なんかな？わかんない。補正やったのかどうかわかんないけど、とりあえずラーの鏡が成功したね。テンションカウンターの構え。意味ねえ。全然意味ない。なんでラーの鏡したらさ、テンションカウンターし始めるの君は。ブラインドミスト。え、何？あ、初めて見るその技。え？そのモーション初めて見た。あー、そういう技か、そういう技か。え、今の技初めて見た。腐った死体のモーションとしては初めてだな。これもしかしてリビングデッドは普通にもらえる説あるな、これ。あった、来たよな。幻で包まれてるからね、外れるわな今のは。どうなんだろう今の。え、リビングデッドもらえる説、え、でも待って、
え、でも DQ2 ってさ、普通に考えたらさ、あの3体じゃないの？もらえるのっていうのは。なんでキラリカ君に対して毒爆弾を外すの君は。猛毒爆弾。お前たちは、ラーの鏡を何だと思ってる、君たちラーの鏡を何だと思ってるんだ。おい、ちょっと待って。君たちラーの鏡は何だと思ってるんですか、ちょっと。ラーの鏡下意味ゼロじゃないですか、ちょっと。今俺も怒ってるわ。いけ、よく当てた、よく当てたよ。いいよいいよ。大丈夫だ、大丈夫だ。1100ある。まだ大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。このメラミでとりあえず打点取って、もう一人のね、ビッグバンドがとにかく強いから、ラーの鏡ね、ちょっと、よほど余裕、オッケー、ナイス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 、いいよ。このビッグバンでとりあえず、とりあえず弱点取ろう。よいしょ！いいね。普通にこのビッグバンってまた強いんですよ。光爆発っていう時点でめちゃくちゃ強いんで、属性には恵まれてるんで。そういう意味ではね、お、ここでビッグバンで決めるか。いいよ。よし、バトマス。いい初陣だった。ドラゴンの角。ああ、あったな、そんなとこ。さあ、ムーンブルク王女は風の塔から歩いていく。風の塔から、ラーの王女の上に解くことに成功したぞ。冒険の旅は続いていく。ちょっと待って、文章が雑になってきたな。待って、冒険4行で終わりですか、ちょっとあなた。でも、ドラゴンの塔って確かさ、あ、これあれだよな。あ、ここ風のマントを使うとこだ。これ知ってる？ドラゴンの角から飛び降りるときに風のマントを使うことによって飛び降りれるのよ。それで向こうに行くっていう。これ風のマント説あるかな？そろそろなんか悪魔が来そうな気がするんですよ。悪霊の鏡々なんで。なんで悪魔の爪です。ちょっとね、特攻取っていこうかなと思います。当たってるかどうかはわかりません。行きましょう。舞踏家でございます。お供を紹介します。オーシャングロとキツゴン。私のライブで芸人と称した二人です。そこのさ、初めのこの敵が見えない感じ、ドキドキ感あっていいな。この敵がなんだろうって、悪魔いる？悪魔いますよ。祈祷師という悪魔がいるじゃん。当たったこれ。当たったらでもね、かなりいけるよ。いやさ、ブローガの M で祈祷師を狙いたい。それはメタルスライム。経験値に取り憑かれた。経験値に取り憑かれたか。そうか、経験値に取り憑かれちゃったか。メタスラか。お、ナイス。そうか、そうか、そうか、そうか。ネタさ出るね、確かに。できればね、この超絶乱舞でよく当てた、よく当てたね、祈祷師に。特殊なモンスターはね、今までに出てたけど、出ない感じだね、特殊なモンスターは。ただ、このいつらが強い可能性はある、普通に。特殊な能力とか、ね、補正がある可能性ある。いくぞ、キスコ、回れ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 、いくぜ、よく当てたな。これでも、風のマント無理、いや、これ風のマントじゃないでしょ、これ。これ多分ね、違うよ。風のマントだったら、あの、防御系の場合、なんか、レジェンドクエストね、なんかね、使用上ですけど、何か防御系のやつっていうのはダメージを防がないと得点にならない感じだから、風のマントじゃねえわ、少なくともこれ。なので、稲妻の剣でいきます。なんで稲妻の剣でぶっかちます。さあ、ここでね、悪魔の口です。いきます。口開きます。あーん。いけ、よく当てた、全員に。いいよ、しっかりやっていけ。泥人形も祈祷師もね、硬い。硬くはないけど、回避率が高いんで、基本的には。だから、しっかり当てていきたいところですね。うん。当てれないと、何が起こってもおかしくないからね。一戦目みたいな悪夢があるかもしれない。避けない。武闘家に来たのに避けない。そして、ところが痛恨である。まあ、痛恨発生しちゃった瞬間、まあ、しゃあないけど、これは。さあ、イオラが飛んでくる。まあ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 、爆発耐性、お、キースが耐えるでしょ。うん。キースは爆発強いから大丈夫だ。うん。さあ、ここいるホームキー、いいよ。しっかり全員当てていけば大丈夫です。さあ、どうだ。ん、なるほどね。祈祷師くん、本当に避けるね。さすがに、さすがに来るね。これ、痛恨高いから怖い。これ、痛恨とか、高難とかめっちゃあるからな。これで行くか。あ、キースコは回ってもよかったな。でもアイスクラッシュが誰にも通らないんだよね。泥人形にも、メタルスライムにも、祈祷師にも。さあ、ローガの人形行くぜ。はい、はい。最後は祈祷師あたりに。ん、それはメタルスライム？よいしょ！よいしょ！経験値はうまいんだよね。